さあ、行くぞ。食べるだけ喋ってってくれ。しゃあないわな。食べくり散らかしますわ。いや、なんかちょっと今だいぶ気持ち楽になったから、ちょっと戦いみんなに集中しよう。いやー、普通にね、やらかした。普通にやらかした。よし。ちょっとね、あの、つばぜりうまかったっすわ。あの、おしゃれ着で、素早さ下げてるから、はい、多分あの後ね、つばぜりされてなかったら、もう一回止めれたと思うんですよ。あー、白目引いてたらやばかったよね、はい、多分俺。そう、それを止めたので、ちょっと、普通に実力負けですね。いや、あそこつばぜり合い何着ても安定な気はしたんだよな。うん、あの体力だったら、ダメージ系だったら、それはそれで恨めるし。なあ。ダメージ系とかそこら辺をちょっと一番警戒は知ったんだけど。よし、やるぞ。嬉しい誤算ですね、どちらかというと。ちょっとね、聖堂のせいにはできないですね。まあでも、良かったからね、回避率と考えたら。だいぶ。5割だからね、多分。そうでしょうか。当たんない確率。キラーマシンとイーブルフライナー。いやー、キラーマシン、はい、なるほど。ちなみに私、イーブルフライ、このルールで一番のボスとなっております。あー、なんか今、対戦確かに見た感じね、結構ね、可能性ありそうだったんだよな。そうなんですよね。うん、あとね、イーブルフライとパーラットが結構推しですね。うん、私も。全く同意見です。そう、このルール強いなーって思ってたので、うん、はい、ちょっと見れて嬉しいですね。いいね。あー、強っ。それ、あ、そうだね。確かにそうだよね。そうだよね。氷苦手だから。さあ、これで分かるんだよ。大体スキャンがね。そう、はい。そうですね。個人的には天罰が一番強いのかなと。あー、ドラゴンじゃなさそう。違う。ドラゴンじゃないですね。てか、HP の量的に天罰説マジあるんだよな。そう。てか、ヒットポイント高くね。そう。こんな高かったっけ ?HP 高いよね。おマジか、お前。うおー、でけえ、これ。マジか。危ねえ。それ、スーパーでかい。くっそじゃん。どうでか。お、化けんの、お前。イーブルフライ、化けんの。変化の術。おー、しかも、しかもさ、あの、順番完璧。しっかり麻痺を消費させた後の。まあまあまあ、でも動くことが大事だから。そう。はいはい、そう、あのね、キラーマシーンがいるからね、まだ打点はちゃんと取れるんだよな。まあ、いや、まあでも、ちょっと、しょぼいけど。これも食らいすぎることはないと思う。そうだね。あー、食らってるな。あ、そ、ん？何が引っかかってるんだ？光か？いや、炎じゃないかな。あ、そっか。そう、氷に強いのは知ってんだけど。炎が引っかかるんだ。やっぱ3属性複合だからさ、全部対策できねえんだよな、はい、マジで。まあね。そうですね。やっぱ。いけるかなって思ったけど、意外と食らったね。賢者の杖の比重でかくなるよな。はい、メダパニダンスだ。いや、これね、マジで。これ熱い。いいね。あー、強い。強い。いいね。強い。で、タヌキに刺さるんだ。タヌキ、耐性高いのにな。珍しい。しゃあない。これは、しゃあない、しゃあない、しゃあない。さっきね、こっち、雷神波で止めっていうことができちゃったんで、そんな高望みはしないね。しょうがない。まあ、ちょっとこっちの方が一匹分損してるけど。はいはい、お、動いた。あ、当ててる、偉い。偉いですね。雷神波ね、ここなんだよね、これがね。ここでイーブルフライとか止めれるとでかいです、ね。いや、まあ、そんな高いわけじゃないんだけどね。てか、待って、多分普通にまずダメージが偉いわ。うん、いい火力してるわ。やっぱキラーマシンが思ったより刺さってるのかもね。お、つばぜり上げ。つばぜり来ましたね。勝敗関係ないけど、意外とあれだな。かかってるな、これ。なんでそのちょっと上手いの？黄色マックス出すな、赤で。赤で黄色マックス出すな。これ、勝ち負けマジ関係ないよな。関係ない。関係ない。だよな。ただ、主人公の動きを止めるだけっていう。うん、そうそうそう、ちょっと上手いんだよな。ちょっと配信だったんでちょっと見せようかな。あ、助かるそのね、いい心がけでございます。ただメダパニダンスを選べてるってことですよね。つばぜりしてそうだね。仕掛けてないから熱いですね。いいね。いやー、主人公となるのつらいね。主人公が耐性2しかないし、しかも賢者の杖のノーマルで天罰のなんかあの状態以上
カバーとかできないし。うん。何？いいね。聖女が。聖女が。ここに来て。あとは雷神8台ですね。入らない。まあ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 、まあ、雷神班ってそんなもんすよ。うん。実際。まあしょうがないな。入る方が珍しいからね。さあ動きだよ。動いたよ。あーおー。あーあー。これ、なるほど。強いかも。強いの。あーやばい、普通に雷神班。そうなんだよね。止められるのか。いやーもう脳死だったわ、これ普通に。おお。うん、外してる。珍しい。いや、これ、それまた珍しい。シアンさんもあんじゃあるんじゃないの、これ。ありますね、これは、うん。全然あるでしょ、これ。メタパニアみたい。うわいやーやばすごい。主人公さっき動いちゃったもんなー、これ。いやー、うん、動けねえ。しょうがない、これはもう。いや、でも2とはいえ結構入るなー。うん。まあ、しょうがないっすね、これは。これ誰に？オッケー。いやー。これもしかしてですけど。あ、そういうこと。そういうこと。初めて見た。初めて見た今の。あ、そういえばそうなるんだ。そういう扱いになるんだ。へえ。これしんどいな。これきついな。これ終わったかもしれない。でも逆を言えば SP ここ自由に選べるから、うん、そうですね、うん、やり終わりいくらでも2でもある実際そう、うんうん、何かしら刺さる除隊条件でスペシャルとかでも全然可能性ありますよねうんうんどうする何もしない何もしない有機に有機にしなんでまだ耐えると800始まっちゃうあああえ読みしてギリギリでグラネビューの方がまあね高いですからね。そうこれ主人公まだ動いてないから仮にかかってもまあうんそうだよね、まあ。かかりすぎだけどね。まあ、かかりすぎだけどね。もうもはやもはやもうこれ1だろもう。うん、偉いねそれ。マジか。いやもう偉いのか。いやまあ偉いな偉いわうん。偉い。グラネビュー。グラディングは行きたいけどって感じですよね、これ。結局、エイオラで削りは入れられるから、うん。まあ、これをトリガーにってことはできなくはない。そうですね。お、化ければ。そこ化けるんだ化けようかな。多分、入るでしょ。オーマイガーオーマイガー恨めた恨めりましたまあ。多分これでいいと思うんだよね。うん？おー。出てあるなぁ。攻めますね、うん。ここまで引っ張って、それは。多分ね、メタバリダンス振らないでしょ、最後のターン。だから、一番確実に動けるのは最後のターンしかないと思って。ここで、さあ、おー、偉い！ちゃんと白目選んでる。お前が先に動くんだ。いや、これ強えぞ。え、お前一番動いて欲しくなかったのに。いや、でも2体入れば、そうだよね。いや、強え。えぐい。340、80はえぐい。いや、待ってこれ持ってったべ。これはすごい。これ持ってったべ。これは、ヒットポイントどれくらい、あ、いった。ってるかな。あ、ほら、やっぱり、アナウンスないもん。くしたー。これはあっち。いやー、持ってったなどうだ、ソラブさんのヒットポイント忘れたんで、なんとも言えない。いや、俺負けてるわ、HP。僕596残りました。そう、8負けてます、俺。よし！なんとか望みを繋いだ。マジかよ。いやー、ここねかかるてか、待って、俺ミスったかも。シアンさんのトガさん最後にすればよかった。なんで？だって、イレギュラーとイレギュラーが戦うの一番おもろいでしょ、多分。もういいよ、そんな。単純に 俺個人の好みとして、そこのタイミングが一番見たかったから、最後にすればよかった。やらかしたでも。いいですよ。順番、うんぬん関係なく面白いのを見せてあげますよ。お。順番考えてなかったな、本当に。頼むぜ。癖強いなこれで見ちゃうかな。多分、俺は、
シリアンさんのモンスターを調べていた方が、なんかありそう、いろいろ。確かに。これって予選の中なら別にモンスターかぶりありでしたよね。だから、さっきイーブルフライ使ったけど、また使うみたいな。うん。あ、そう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 。そうだよね。そうだよ。そう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 。うん、じゃあよかった。またイーブル使うの？ということは、イーブルフライおい、俺、これさ、全部イーブルとかないよな。うん、さあ。いや、もう黒だからさ、実際イーブルとの相性多分ここが一番いいはずなんだよな。おお、あ、でも、そっちなのか。こっち。へぇ。確かに被ってない。確かに被ってないけど。そっちなんだ。イーブルの方は。さあ、俺が全く詳しくないモンスターが今2匹ほどいるんですけど。調べながらやりましょう。これわかんねえな。どうせ大目玉あれだろ、アストロンだろ、超怖いんだけど。当ててくんねえかな。メタキンじゃないでしょ、だってメタキンではない。うん、だと思って一応関心高めでは期待ですね。イホイにね、割と効くのかな。特別なんか耐性があるわけではないから。あ、強え強え強えわ、強え強え強え、全然強え。びっくりしちゃった今、想像以上にダメージ食らうから。痛い。いやー、それ偉い、それ偉い。しかも最初に動いてんの偉すぎる。だからこっちを選んだ。どうせ大目玉に先手取られて、あ、だから一か八かでいく。これもじゃあ、さあ、考察段階だと結構メタキン装備してやろうかなみたいなのもあったんだけど、多分冷静に考えたら聖書とかの方が多分強いんだよね。まあでもトガさんはそっちを、あれでもトガ、ちょ、ん、待って、ちょ、トガさんが聖書か。うん、そうだよ。だからシアンさんが勇者か。うん、そうですね。そっか。いや、てっきりね、トガさんのお箱だから、トガさんが勇者のあれ盾担いでいくのと思ったら、うん、逆やった。逆やった。逆っす。そっちなんだ。ただ あんま言わない方がいいか。いや、言うか。これ吸収の杖ガードできちゃうんですよね、聖女だと。あ、まあそうだね、特技だからね。うん、それもあって、やっぱ聖女結構熱いよな。ガード率低いとはいえ、お、待って、大目玉、大目玉、やばい。うわいったー、やらかした。いいね、くそ、これはやらかした。いやー、ごめん、これやばい。いいな、ほんまごめん、ほんまごめん。あー、避けられた。 ほんまごめん、シアンが炸裂しました。ほんまごめん、ごめんよ、ごめんよ。いやー、刺さっちゃったか。やばい、やばい、ほんまごめん、ほんまごめん。さあ、これまずいよ、大丈夫か。あー、まあ結構、まあ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 、いやでもきついなそれ。これ一気にまくれますね、 HP 差。まだ分からんな。いいね、動いてくれてる。あ、こういうチーズもマジで大事だからな今回。なるべく、あ、そうだね、なんかそう、大目玉さ、まあ、そんな気したんだけどさ、こいつ、うん、想像以上にやばかったわ、体勢が。ああ。そうですね。2だと思ってたんだけど。あ、主人公は動いてない。まだ動いてない。ダメだわ。ああ、えぐいわ。えぐいわ。なんでこんなさ、100-0なん？わからん。なんでこの100-0なん？切るか。俺の時とは 100% 効きが違うんやけど。おやさあ、眠らせてくんないかな。これ見ると戦いたくなくなるんだよな、マジで。えぐいよー、えぐいよー。順番はいいんだけどな。でもまだ HP 差保ててる。うん、まだ保ててる。あー、ここで動いてきましたよ。はいはい、もう確実に、まあ、そろそろね、SP のね、やば、黄色ってマジか。これ本気で溜まってても黄色だったのかな。いや、さすが、あ、そうかもしんないっすよね。ワンチャンあるよね。だってだ、3-2でしょ。そうそうそう、3-2は結構じゃない。
どっち選ぶかな。あ、そう。おー、偉い偉い偉い。偉いな。それは。割とありがたいね。動けないかー。動いちゃってるからー。いやー、やばいねー、これ。どうしよう。いや、いい回避。それいい回避です。ここでメダパニをどう避けるか。本当にそれですよ。おー、来た。チャンス到来。ここで、さあ、むずいなー、ここ、エスピータク超むずいでしょ。まあ、使わないという選択肢ももちろんあるんでしょうが。ここ、タクですね、マジで。俺、無数のタクが存在するわ、これ。ああ、やばいな。いやー、おもろいな。この SP 使う、使わないの駆け引き、おもろいな。なかなかないな。目玉にちゃんと行く。これ、とどめあったらね、溜まっちゃうとか考えてね、ここでってなるんだけど。とどめがないからね。二発目。二発目です。二発目。いいね。せっかく打った二発目も、避けられ。何をしに来たの？いいね。いやー、これやばいね。やばい。会心出すしかないかな。うん。からな。でまずは、これ一つ目ピエロやばくないか、これ。やばいな。まずい。おい、賢者の杖最強というよりかは、一つ目ピエロ最強なんだけど、これ。さっき、ノーマルで呪文が二つになっちゃうから、鬼面の字じゃねえな。一つ目危ないかなって思ったんだけどさ。もともとはこいつを目つけたんだ。そう。いいね。もう何もできないわ、これ。グロ。こんな入る？いいね、え、マジで言ってる？どうしよう。ああ、まあでもそっか。1、2、2か。ああ、そうだな。1、2、2だもんな。稲妻の剣ね。何しても防がれる気がした。ああ、まあ確かに。勇者のせいだね。グラネビューか。カードすんな、カードすんな。おお、え、これもうさ、ワンチャンあるんじゃないこれ。とやばい。待って、これ、ここ。え、足りない。いや、足んない。やばい。足んない。5! やばいな。5! やばい！あっち？あー、偉い。会心は？いや、でもね、会心だと足んないね。いやー、恥ずかしい。え、待って、これ。動いて。あー、お目玉。どう？いや、それね。どっち？0、1。いや、偉いな、それ。足りるのか？当てる。よー、28。どうする？どっちうわ、偉すぎる。あ、この電撃放射偉い。いやこれは大目玉が偉いです。マジかー。いや、 SP も偉いんだけど、大目玉偉っ。あ、高かった。やば、今のおもろ。今日の名試合だろ、これ、もはや。やっぱり、緑と黒はね、なんか、